皆様こんにちは、阿崎基です。はい、私の役柄なんですが、マダンという、ボリウッドの映画会社があるんですが、そこの、制作者であり、映画監督であって、で、そういう映画の世界とか、そういう世界にこうどうしても、昔から裏のいろんなマフィアとかそういう黒い裏幕が潜んでいるというよく言われてますが、そこに操られている、映画監督と言ったらいいんでしょうかね。で、すみれさん演じます、プリアという、娘がいて、厳格な父親っていうか、この世界で生きていくにはこうしなきゃいけないという、その昭和のちょっと何て言うんでしょうね、学校野球みたいなところがある役だと思います。そういう役をやっていくにおいて、とても牢獄に入れられたシーンからあるみたいなんですが、あんまり喋るとストーリーがバレてしまうのでごめんにしますが、すみれさんの父親をやれるということでとても楽しみにしています。初めての共演なので、本当にワクワクして、今稽古中です。出来上がりましたらまたご報告いたしますので楽しみに待っていてください。はい、今回、ご一緒させていただく出演者の皆さん、そうですね、村井健二君、それから、浅見さん、それからすみれさん、それから加藤君、それから川久保さん、どうです？もうこれだけで素敵じゃないですか。もう本当に皆さん本当にもう綺麗な方ばかりで、男性も含めて、とてもインドの綺麗なサリーが皆さん似合って、男性もですけど、素敵に、もう本当にショーとしても、素敵に見れるんじゃないですかね。すごく楽しみにしてます。本当浅見さんとかすみれさん初めてなので、とっても お会いするのが楽しみです。それからですね、久野さんとは、実はですね、久野さんと共演した作品が以前ありまして、その時に私13役やってるんですが、その中に一つだけインド人の、タクシーの運転手、ニューヨークのやった覚えがあって、それが、初めてですね、インドの方を演じさせていただいたということで、とても久野さんとはそういう意味で、ご縁があって今回共演するのがとても楽しみです。それから阿部さん、本当に、もうくどい、私もそうですが、くどい役をやらせれば、天下一品ですね。あと日野さんも五代君も、一緒です。高谷歩さん、この人もくどいくどいくどい、どうしようと思うぐらいみんなこれどうですかね、顔で選ばれてませんかね。私もインド人と間違えられたりしますが、それから原田薫さん、それからで名簿の皆さんね、もうこの人たち今もダンスではすごく人気のある、パフォーマーでいらっしゃいますので、もうこの人たちが出るだけで、私は立っているだけで、十分だという感じですね。すっごく楽しみです、キャストです。また、新しいキャストの皆さんにも今回、顔を合わせて、また新たな出会いがとても生まれる楽しい、ボンベドリミス、期待してください。よろしくお願いします。ボンベドリミス、いまだかつてない、インドのミュージカルです。マサラミュージカル、皆さんと一緒に、踊って歌って楽しみましょう。劇場でお待ちしてます。